俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコリです。今回はですね、お話ししていきますのが、まあ、結構ですね、最近バグとか不具合ってのは多いですね。まあ最近に限った話ではないんですけれど、まあその最近発生した、バグや不具合の中で、まあ目立ったものが、まあ近日中に修正されるというお話、まあ今回はちょっとしていこうかなと。まあアップデートライブでまとめてですね、していきます。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、最近ですね、結構その使いづらいなっていう風に思われる要素、まあ、改変されたのか不具合なのかはわかりませんが、主に2つですね、まずございました。まず、キルログですね。キルログが、なんか画面下部にですね、出るように、まあ、なんかその修正されたじゃないですか。修正？仕様変更？バグなのかわからないんですけれど、されたじゃないですか。あれ、めちゃくちゃ不評ですよね。はい。まあ、あんなに不評なのかってぐらい不評で、まあ、僕も実際最近ですね、ミルダムでライブして、で、そのライブの中で参加型でですね、みんなその通常回してやっているみたいな、そんな感じなんですけれども、まあ、そんな中でやっぱりプレイしたらですね、すごくね、不愉快なんですよ。すごく不愉快なんですよね。はい。で、それで、まあ、すごい僕ね、気になったわけなんですけれども、まあ、一応ですね、そちらの方について、改変、元に戻すことっていうのが予定されているっていう話を、荒野行動の開発者である、リンナーさんが、なんと、ツイートの方をされました。ちょっと画像出しますけれど、こちらですね、キルログに関しても分かりにくいということなので、現在、元の位置に戻すよう変更することを検討していますと話されてますね。まあ、これが、次回アップデートに来るかどうかは微妙なんですけれども、今後その、キルログの位置を戻すということが、まあ、ほぼほぼですね、まあ、決まったという風になっておりますね。まあ、正直、荒野行動って画面下部ってあんまり見ないんですよね。皆さんも画面下部ってですね、せいぜいその例えば銃のボタン、銃切り替えボタンを置くぐらいで、まあ、そんなに見ないと思います。特にその地面と被っている部分になりますので、地面見ながら戦うってことはまあほぼないじゃないですか。今まではその左上表示で、まあ、一応その空の部分とかはですね、絶対その建物とか敵とかいますし、見ることってのは多かったので、その見ているついでにちょっとね、流れたら、お、なんか流れだなっていう風に確認できたよかったんですけれど、画面下部だったらですね、まあ地面なんで見ることってのはあんまりないですから、まあ、正直その確認しづらいっていう風にまあ思われるのもこれ仕方ないのかな。何より自分で使ってて一番ねもう見づらかったっていうですね、まあ、それがありまして、まあ、これは当たり前なのかなっていう風に、まあ、僕は正直思いますね。キルログ見づらいの、まあ、直すっていう方向で、まあ、今後やっていくみたいですね。はい。こういうとこ見ていくとどうしてもその荒野行動運営が、まあ、自分たちでそのプレイしていないんだなっていうのが、まあ、なんか伝わるなっていうふうに思いますね。はい。で、もう一つは、まあ、明確なバグの部分ですね。それが一応、まあ、画像先に出しますけれど、こちらですね。ございます。感染での不具合、本日直せるように検証しておりますと。本日直すのではなくて、本日直すための検証をやってますっていう意味ですね。まあ、こちらの方が、もう同じくですね、修正の方をされると明言されてます。感染不具合ね、これ俺、サブチャンネルに一応動画上げて、まあ、ライブでもですね、まあ、確認したんですけれど、感染でですね、人の画面を見ている際に敵が映らないっていう、そういうバグが今存在するんですよね。敵だったりとか、まあ、死体箱が描写されないっていうバグがありまして、まあ、これがあることによって、まあ、感染の人見るとなんか、チートで倒したみたいな、壁抜きで倒したみたいな感じの見栄えになっちゃうこともあって、まあ、これがあるとどうしてもその、誤報告っていうのが行きやすくなりますね。特にその、荒野行動上手い人とか、荒野行動の、まあ、有名人と言われる人たちとかはですね、まあ、感染が見られること多いじゃないですか。感染を覗かれてしまうことによって、この人なんかチートで敵倒してないっていう風に思われるでしょう。で、見る人が多いとどうしても報告する人も多いですので、誤番というのがですね、発生しやすくなると。まあ、荒野行動の番っていうのは、自動番っていうのは基本的に報告数の数によって、まあ、その比例してですね、制限っていうのが決まるんですけれど、あんまりにもその多いと、まあ、自動番っていうのがされてしまいますので、まあ、そういう誤作動っていうのが起きやすいですから、まあ、早急な修正をされるっていうことが、まあ、明言されたというわけですね。これも直した方がいいですね。わからんからですね、普通に。大会とかで、まあ、味方の画面見ていても、よくわからないようなことが起きますので、その指示も出せないと、敵の位置がわからないから、全然その立ち回りとかをこうした方がいい、次は回ってとか言えないっていうですね。これ致命的なゲーム性に関わるバグですので、まあ早急にその検証するというふうになってます。まあ検証するっていうか、まあ、検証は大事ですね。自分たちで再現しないとゲームわからないんで、あれなんですが、まあ、検証するって言い方をすると、前まで分かってないんかっていうふうに思われるんで、なんか言い方変えた方がいいかもしれませんね。はい。なんか条件をちょっと今確かめてますとか、詳しいそのシステム上で、スクリプト上でなぜこういう動作が起きてしまうのか見てますみたいな感じの言い方の方が、まあ、語弊はないのかなっていうふうに僕は個人的に思います。もうこれは別に不満があるとかじゃなくて、その言い
言い回しの方が勘違いされづらいかなっていうふうに個人的に思いましたね。で、その最初の方に僕言いましたけれど、やっぱりですね、コア行動運営、僕が最近ずっと、まあ、最近じゃない、2年ぐらいずっと思っているのが、自分たちでその、プレイしていないなっていうのはすごい感じるんですよね。まあ、自分たちのゲームを愛していないんだなっていう、そういうのが伝わるっていう部分がすごくありまして、結構ね、逆に、タカラトミーっていう会社は皆さんご存知だと思いますね。日本の企業、タカラとトミーが合体して作られた、まあ、おもちゃ企業ですよね。デュエルマスターとかもリリースされている、まあ、有名な企業なんですけれど、まあ、タカラトミーの方はですね、ものすごくその、自社製品を愛しているんですよね。自社製品のですね、サポートだったりとか、もしもそのなんか、具合みたいなのがあったらすぐ補填して、補填じゃないですけれど、まあ、商品の方を作り直して、まあ、送ってくれたりとか、結構するんですよ。すごいですね、まあ、愛に溢れている会社で、まあ、子供とかがですね、タカラトミーの方に問い合わせた時は、ちょっとしたなんか、手紙みたいな、いつもありがとうみたいな感じの手紙も返してくれるような、ものすごいいい企業で、まあ、そういう企業だからこそ、まあ、どうしても皆さんはですね、わかると思うんですけれど、おもちゃ企業って、どうしても今ちょっと落ち目じゃないですか。ね、ソーシャルゲームの方が絶対強いと思いますし、需要がゼロになることはなくても、売り上げってのは、まあ、落ちているんだろうなっていうことは、容易に想像がつくんですけれど、まあ、全然その、売り上げがめちゃくちゃ落ちたっていうわけでもなくて、まあ、きちんとですね、ある程度の売り上げを放っているのがタカラトミーという風になっておりまして、まあ、その根底にはやっぱり、自社製品を愛していて、きちんとしたその、サポート、そして、愛しているからこそ、その仕様というのを把握されていて、その仕様を知っていること含めて、ちゃんとしたその、サポートをされるっていうですね、それがあります。そういったまあ、日本企業でもそうですし、海外の企業でもそうですし、まあ、細やかなですね、そういうサポートをする企業っていうのを学んでですね、コア行動運営は今後立ち回っていくべきじゃないかなというふうに思いますね。やっぱりどんぶりではダメですから、まあ、アリババとかね、グーグルとか、まあ、それぐらい大きい企業やったら、まあ、どんぶりでもですね、まあ、ある程度はやっていけるんですけれど、まあ、その二つもなんか別にめっちゃどんぶりってわけではないんですけれど、ネット依存は結構雑なんで、そういう部分ありますし、まあ、もっとですね、自社製品を知って、まあ、ゲームの展開だったりとか、開発の方をしていかなければ、ちょっとですね、まあ、今の例えば不具合が多いだったりとか、サポートがきちんとしていない、補填をしない、ユーザーとのコミュニケーションが取れないっていう部分の根底は治らないのかなっていうふうに思います。ここが治らんとどうしてもですね、少なくともその日本の中で今後ですね、新しい新作ゲームを出しても、愛されることっていうのは少ないかなと。コアコードが入ったのはたまたまそのタイミングが良かっただけなんで、そんないいタイミングっていうのはなかなか訪れませんから、タイミングが合わなくてもある程度ですね、ゲームを流行らせることができる企業っていうのがゲーム企業としては生き残っていきますので、まあ、そこを追求していくために、まずは自社製品を愛して、そしてきちんとしたコミュニケーションを取っていく。まあ、これは大事じゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、というわけで、まあ、今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。はっきり言って最近はマンネリ気味だし、排出率が全く変わらないし、バグが多すぎると。まあ、すべてを表してますよね。コアコードの悪い部分。まずバグの多さですね。まあ、バグの多さもそうですし、まあ、単純にプレイ感が悪い。うん。操作感悪くないですか、コアコードって。まあ、例えばね、まあ、プレイ一つ取っても、棚にキャラクターが引っかかっちゃって、本来はそんなことしたくないのに、やっちゃってるとか、スキャンしたら全然違うところに飛んでっちゃってるとか、操作感が悪いと。プレイ感が悪いので、バグが絡まなくてもゲーム未満の存在であることっていうのが、まあ、結構あったりするんですよね。まあ、そこは結構怖い離れを起こしている一つですよね。はい。不快だからですね。楽しむためにやってるのに不快な気持ちになるんだったら、みんなセンスから普通は、はい。単純にまだそれ悪い部分ですよね。まず一つ目がそれです。もう一つがマンネリ気味。やっぱりね、コア行動って課金していても、微課金でも無課金でも、普段その課金、お金が絡まないプレイの部分に関しましては、選択肢が少ないんですよ。選択肢が少ないし、選択肢の中で変わる環境ってのもないんですよね。だったらまあマンネリ気味になるよなっていう、変化がないし選ぶものも少ないと、じゃあ飽きるよねっていうね、単純にコア行動それはありますよね。そこの整備をせずになんか意味わからんところだけなんかどんどん増やしていってみたいな、自分でプレイしていないからわかんないんだろうなっていうのは、まあ、改めて思いますね。で、次ですね。コンプガチャについても、全ユーザーへの補填をすべきと、これね、去年ですね、おととしその公約行動ニュースが言っていて、まあ、僕もその時に動画としてまとめたんですけれど、これ調べたんですよね、この時。何やったかな？あのね、公約行動の、あれですよね、その、例えばコラボレーションとかがあって、そのアイテムをすべて集めると称号がもらえますみたいな、これコンプガチャと同じになるんじゃないかっていう部分なんですけれど、あ、これね、公約行動の場合はですね、ちょっとならないのかなっていう、うん、少なくともそのなっていたとしても取り締まる対象にはならないのかなっていう風になっていて、なんでかっていうと、まあ、コンプガチャってまあもちろんそのロジック構造の部分がコンプガチャになっていてもダメなんですけれど、それだけではなくてその明確にその社交心を煽っているか煽っていないのかっていうのがものすごくその取り締まる上での焦点になるんですよね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、コンプガチャってアイテムすべて集めるともらえるアイテムがありますよと、その構造が法律上そのダメですよっていう風になってますので、まあ、前はですねパズドラとかが結構取り締まられてしまったっていうのがあったんです。
ですけれど、まあ、コアコードの場合は、確かにそのコンプリートしたら称号がもらえます。しかし、社交心煽ってないんですよね。なんでかっていうと、称号いらんじゃないですか。はい。パズドラの場合は、そこの集めた後のアイテムがめちゃくちゃそのいいアイテムだったんですよね。強いキャラクターだったんですけれど、コアコードの場合は、あくまでその、ちょこっと見た目が変わるものであって、それがその大部分の多くのユーザーが欲しいかって思うと、割合的に言うと多くはないと。うん、まあもちろん欲しい人もおるかもしれませんけれど、割合的にやっぱり少なくなることは明白じゃないですか。なんで、社交心を煽っているっていう風にはちょっと見られませんので、まあ取り締まりの対象にはならないんじゃないかなっていう風に思いますね。はい。